疲れ様でございます。山本ボンの8月の終盤ご挨拶でございます。ありがとうございます。今日は山本ゴウのご挨拶、ルイス谷から一駅歩いてまいりました、帝国の新幹線が30分遅れと、最新の情報30分遅れですので12時ぐらいにあれですので、まあ、うまくすれば雨が上がっていれば南千住あたりで終電をご挨拶できるかなと、そういった目算でおりますが、今日終電をちょっとテーマにしてお話ししようかなと思いました。ちょうどサマータイムが今検討中でございまして、私の制作終電をこう遅らせるっていうものがあるんですけれども、サマータイムをこう考えたときに終電にもこう意外と面白い効果があるなと思いました。サマータイムで例えば1時間早めて終電をそのままにします。終電をそのままにすると実質的に終電が1時間世の中的には遅れることになりますね。ただまあ物理的な鉄道のこの線路のねライフサイクルとしては一緒なわけです。飛行条件が一緒ですからね。なのでサマータイムにしても終電を今と同じにするというのも一つのこの改革案だと思っております。そして終電そのままにして始発もそのままにすると今度は始発が 1時間その分遅れちゃうことになるので、始発は定刻通りにすることになります。実質終電を遅らせるのではなくて始発が早くなるっていう、そういう鉄道的にはそうなります。世の中的には終電が遅れるということなんですけれども、鉄道としては鉄道の物理学的にはですね、早朝が1時間早くなる、これも素晴らしい改革だと思いますので、もしですねサマータイムを導入するのであれば、終電をそのままにするっていうそういう案をできればやってほしいと思っております。山本ゴウのご挨拶でございました。ありがとうございます。